しようもないことだけに避けた信頼環境を制御するだけのキャパシティなら存在してるはずもないので、曖昧な災害の優先となる感情論を打ち負けた心の歯の中、どうにかこうにか現在地点を確認する目玉を欲しがっていい。自分に問うよ自問自答、自問だと多問自答ずれまし、あただ本能的に触れちゃって、でも言いたいことってないんで、痛いんで触ってあえいで天にも登れる気になって、どうにもこうにもにっちもさっちもあっちもこっちも今すぐあちらへ飛び込んでゆけ、もうラブラブになっちゃって横隔膜突っ張っちゃって、強烈な味にぶっ飛んで等身大の裏を表、脅迫的に縛っちゃって網膜の上に貼っちゃって、